中国国家博物館。中国国家博物館は中華、人民共和国北京市の天安門広場東側に位置する総合博物館である。2003年以前は、同一建物に中国歴史博物館と中国革命博物館等別の博物館が設置されていたが、2003年に合併して国家博物館と改変された。中国歴史博物館の前身は、 1912年7月9日に中華民国教育部が国庫館に置いた国立歴史博物館光る備えところ国立歴史博物館準備室である。1924年8月1日に正式に一般公開され、1926年に国立歴史博物館という名称になった。1949年10月1日。 中華人民共和国の成立の同日に国立北京歴史博物館と改称され中央人民政府文化部に移管された。1959年にはさらに中国歴史博物館と改名している。中国革命博物館の前身は1950年3月に成立した国立革命博物館光る備えところ国立革命博物館準備室である。 1960年に正式に中国革命博物館として開館している。1959年8月、天安門広場の西側に人民大街道の完成と同時に対面の広場東側に革命博物館と歴史博物館の入る大規模な建築物が竣工した。1959年10月1日、建国10周年を記念して一般公開された。 2003年2月28日、両館は合併し、中国国家博物館に改編される。国家博物館の総面積は6万5000平方、M 余りで、両翼の間にある、中央部分には12本の巨大な、片柱が取り巻く回廊が設けられている。観客はこの門廊を入り、回廊の向こうにある中央台帳へ進む。回廊を挟んだ両翼は、 南北大将に設計されている。高さは4階建てで40メートル、幅は149メートルとなっている。2007年4月からは拡張工事が行われた。給料を博物館の間には広大な中庭が存在したが、その中庭及び休館の天安門広場から見えない部分を取り壊した後に新館を建設する形の拡張になる。 天安門広場側の旧館の建物は残され、新館の高さも旧館に合わせることにより、天安門広場から見た景観が大きく変化しないように考慮されている。同年春節に発表された設計案によれば、拡張後の総面積は6.5万平方メートルから19.19 19万平方メートルになる。拡張及び改修は、ドイツの大手建築事務所、ゲルカンマルク・ジャーキン。 マーグパートナーズが担当した。工事の関係で国家博物館は2007年1月31日から閉館に入っており、2010年3月1日に竣工し、2011年3月17日に世界最大級の博物館として再開館した。文物中国史のコーナー、中国歴史博物館の光景は、 中国の古代から近代に至る文物資料の収蔵と展示、及び歴史科学や関係する分野の学術研究を行う機関であり、館蔵の文物の合計は62万件に上る。常設展は中国の通史をおもとし、展示面積は8000平方メートル。常設展で陳列されている文物や資料の数は約9000件である。このほか、歴史、考古。 文物などに関するテーマを設けた特別展も開催されている。歴史博物館に所蔵されている宝物のうち最も貴重な文物には、陰台の現存する最大の聖度器、しぼぼかなえ、高さ 133cm、足の高さ 46cm、厚さ 6cm、重さ 875kg、関西の金流玉位、東暮の政治羊。 山戦国期の糖質調査などがあり、中国の歴史教科書に掲載されているような文物を常に見ることができる。また観客は北京のみならず、中国各地や海外からも訪れており、日本、イタリア、ギリシア、エジプトなどの博物館から貸し出される各国の国宝級文物の特別展も開催される。近代中国のコーナー。 中国革命博物館の後継は1840年から1950年にかけての中国近代革命の資料を収蔵、展示しており、アヘン戦争と列強の侵入、変法受教運動、侵害革命、軍閥政治、満州編、日中戦争、国境内戦など中国の近代史や革命史を中心とした展示を行っている。また、国家博物館、 造芸術館では、中国の古代史から革命史上の人物、現代のスターに至るまで、中国の重要人物を老人形で展示している。1990年代以来、天安門広場に面した、博物館正門の列中には、中国政府にとっての大イベントがあるたびに、カウントダウン用の大きな時計や装飾が置かれてきた。1994年12月19日には、 香港返還を決定した1984年12月19日の中英共同声明10周年を記念して中国政府大香港回復行使主権統計時配中国政府の大香港主権行使、回復カウントダウン時が設置され1997年7月1日0時に向けてカウントダウンを行ったマカオ返還の際も マカオ特別行政区準備委員会発足当日の1998年5月5日に中国政府回復対マカオ講使主権統計自廃、中国政府の対マカオ主権講使回復カウントダウン時計が除幕され1999年12月20日0時に向けてカウントダウンを行ったアテネオリンピック閉幕後の2004年9月21日午後6時には 北京オリンピック組織委員会がカウントダウン時計を設置し2008年8月8日午後8時の北京オリンピック開幕へ向けてのカウントダウンに行った。無料予約制楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。